はい、おはようございます。釣りをした次の日でございます。今日はのんびりフェリーに乗る日なので、夜8時でしたっけ、フェリー。8時。そっか。それまではまったりしたり、なんか興味があるところは入ってみたいと思います。今は8時。昨日はね、ポップコーンパーティーをしました。11時くらい寝たかな。今日もよく寝ました。スペースアップル夜市、ライトキャブコン良かったっすね。うん、快適だった。やっぱ立てると疲れにくくていいですね。あとさ、運転もやっぱ広いからかさ、うん、全然疲れなくない？うん、なんかいいですね、トラック。こんなに運転しやすいと思わなかった。はい、室蘭のラーメン屋さんに来ました。名物カレーラーメン食べていきたいと思います。見分けつくかな、味噌カレーラーメン。もっとクリーミーでしょ。色？うん、確かに。もっと黄色いです。牛乳みたいな感じで。思い出せない。はい、津軽海峡フェリー帰り、室蘭から青森に向かいます。楽しい北海道旅でしたね。北海道終わりか。寂しい。あっという間でしたね。なんか自分の車かのようにこの感じも。感じてきたところね。お、船が来てますね。どこだどこだ、船いなかったら焦る。最高なんだか。高さ 4.2。 すごいってドキドキしちゃう高さがある、うん、あ、すごい、ここ写真撮れるじゃん。リンゴちゃん、はい、ここは室蘭のフェリーターミナルです。津軽海峡フェリー来ております。まずはチケットを取りに行ってきます。受付を済ませて待機場へ向かいます。すぐそこです。道を挟んで向かい側です。こちらです。待機します。待機します。順番に入っていきます。何名ですか？2名です。2名で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
カクにしろ。カクンや。カクンには違いないね。まあね。はい、オッケー。どっちかしら？こっちかしら？スイートなところには入れないので、スタンダードなところに、お部屋には入れないの。広場みたいなところにしか入れない。9時くらいにはもう暗くなっちゃうんですね、1時間で。なんで急いでお風呂入りました。飲み物紹介、コーラとかは180円、お茶150円、140円もまあある、まあ普通ですね。ルームメイドはこれがスイートルームで、私がいるのはスタンダードの女性専用。コンフォートはこんな感じで、ビューシートは一番前のところです。景色がよく見えます。でも夜だとまあそんなにね、3時に着くやつだから普通にスタンダードでも全然いいんじゃないかなって思います。赤ちゃんルームにドッグルーム、ドッグバルコニー、プライベートドッグルーム、このプロムナードっていうのがここでおしゃべりしたりご飯食べたりするところです。ごぼう揚げ、イタリアンピッツァ、アイス、ハゲナッツ360円、ピリ辛ネック、ポテト、枝豆、フライドチキン、これがイキニリンゴちゃんが食べていた牛タン丼、カツ丼、オムライス、室蘭の焼き鳥、やみつきホルモン、焼き鳥弁当、カニ飯、焼き鳥弁当メガ盛り。なんかお腹空いてきたかも。そしてお酒200円、スーパードライは260円です。ノンアルあるな、170円、いいな。はい、ここがキッズルームです。で、ここが赤ちゃんルーム、女性用トイレとお風呂、そして男性用です。向こうがドライバーさんのとこで立ち入り禁止になってます。
階がスイートとコンフォートシングル。私は上がれません。こんな感じです。反対側はここがね、乗り場から上がってくるところ。こっちはエレベーター。はい、同じ感じですね。真ん中にスタンダードルームがあって、それで左右に海側はおしゃべりしたりご飯を食べるところがある感じです。これ優先席ね。まあこういう感じです。フリー Wi-Fi はちゃんと使えるのかしら。ファミリールーム、無料に使える Wi-Fi、 インターネット接続、同意する、あ、間違えた、同意する。いつも TikTok が見れないので見れるか確認します。あ、見れますね。いい感じです。 Wi-Fi の電波今のところいいです。行き先を決めることがあれみたいだし、うん、一旦ここにして、うん、